今日は空手の方が実用的に使えるかどうか考えてみたいと思います。装置には抜き手があります。この抜き手が縦の抜き手になります。この縦の抜き手がどんな意味があるか、それを考察してみたいと思います。で、例えば横の抜き手にしますね。相手がついてぶつかりますね。もしこれが縦だとそのまま入ります。で、この抜き手ですね、指でつきますけど、これは指にダメージあります。少し角度を支えるようにすると強い形で抜くことができます。入りますね。このまま入るんですね。応用して卓拳でいきましょう。これでもいいわけですね。だから普通にこういうふうにパンチを出すよりも、この縦のだと交差法になります。この交差法の使い方、これは装置で学べると思います。ではいきましょう。